キャンプはアイルランドのジャガイモ料理である。基本の材料はマッシュポテトに細ネギ、バター、牛乳、チーズを加え、塩と胡椒で味付けする。細ネギの代わりにイラクサの若葉を用いたのは20世紀半ばという比較的最近までであり、現代ではこのレシピは稀である。手頃な材料で安価に用意できる家庭料理であり、地域によりパウンティーズと呼ぶ。 アイルランド料理には、マッシュポテトの応用料理としてコルカノンもある。ネギではなく、ケールあるいはキャベツを茹でて加える点が、特徴的である。チャンプという料理名は、アイルランド英語圏でよく耳にする言い回しにも、名詞、動詞として取り入れられている。アズシックアズチャンプ、チャンプと同じくらい、不器用、デクノボーという意味。アズイグノラントアズチャンプアット、エウェディング。 結婚式に出かけたチャンプほどものを知らない、武骨、ブス水ザマンビサイドヒムプレイスド、エイシガービトウィーンマローエスティースアンドリットイット、HE チ,チャンプと、オンワンオブヒズオウンアンドセット、ユーマストビーオーバーワークド、メイビーユーニード、エーロングレスト、男はホバーマロウの口には巻きを押し込むと火をつけ、自分も一本加えると言った。ありがとうございます。